明日さ、その待ってる時間とかこれどうしたらやしたらいいとかこれどうだっただったっていう相談できる相手がいないじゃん。あ、だからそれ多分俺やれると思いますよ。違う違う、人が例えば戦ってる間なんかあトアたちの出番がなくて、ね、で、あ、これどうだったっけあだったっけって聞くときに聞ける人がいないから、それはどうしたらいいんだろうってちょっと不安になってきちゃった今さら。そのみんなはさ、コーチがいるじゃん、はい、はい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 、でもトアだけいないからどうしよう。シュートがやっぱり、でもシュートさんはだってブランカとマリーザにつくっきりじゃん、うん、なんかしっかりはっきりエドが分かる人がいなかったりとか寂しいかもまたって感じ。その俺は休憩時間あるんですよ、その試合中に。そこは喋れますけどね、もうひたすらに不安なんですよね多分ドア様。うん、ただただ不安だからちょっと喋り相手が欲しいみたいな感じですよね。そうなんで笑うの？いやいやいや、だってだってさ、だってみんなにはさ保護者がいてトアにはいないんだよ。こんな面白いことじゃないじゃん。確かにね、確かに。そうだよ。授業参観に一人だけ保護者がいない状態みたいになっちゃうってことね。そうだよ。もうコメントのみんなすごい応援してくれてるけどさ、もうラグもあるしさ、もうなんていうんだろう、直接話せてるわけじゃないじゃん。確かに。でも多分なんかプッサンとかカルビとかが。私がいるじゃないですかって流れにならないですかね。いや、それはわかるの。それも嬉しいよ、うん、嬉しいし嬉しいんだけど、まあ、同級生が何人いてもってことですよね。保護者がいないとそう、頭を整理したいから、そう、みんなの元気にね、そのね、ついていけなくなっちゃうの。トアがなんか、あ、うん、あ、うんみたいになっちゃってさ、配信者モードがね、オフになっちゃって、もう戦いモードになっちゃうと、なるほどなるほど。そう、会話ね、返事できなかったりとかして、すごい失礼に当たってて、それがね、立川さんもう分かるじゃん、トアが集中してるんだなって、聞いてくれてるけど集中してんだなとかさ、まあまあ それは分かりますね、はい、そう。でも他の子はさ、なんかあの、トアさんも大丈夫かなになっちゃうからさ、なんかそこもさ、なんか周りの人に気使われたらそれも申し訳ないなとか、いろいろなんかもう考えちゃったりしてさ、でもさ、わーとか言ってると頭の整理もできないし、どうしよう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 ってなっちゃって、もういろんな考えることがいっぱいいっぱいすぎて、すごいあ、パンパンっすね頭の中とりあえず。え、そうマジで難しいな。パパがいない状態なのよトアは今。ママのナウマンが来てくれたらいいんですけどね、うん、ただナウマンはね、多分むずいんじゃないかなと思うんだよな。今シュートにママになってもらった方がいいかもしれない。シュートにママになってもらうか、今今日このタイミングをもってして、このタイミングをもってしてシュートにママになってもらうという話を今からしに行くか。それがいいかもしれない。そうしよう。じゃあチーム VC 行きましょう。じゃあパパ話よろしく。俺からすんのこれ。はい、お願いします。こんにちは、お疲れ様です。こんにちは、こんにちは、お疲れ。ママちゃんも頑張ってね。頑張ってるでしょ。うん、頑張ってるよ。勝てるよ、勝てる勝てる勝てるよね。最終日だけど、もう今日はもう全力出し切ろうな。いや、全力出し切っちゃおうかな。頑張ろうね、頑張ろうね。いけるよーよやばい、子供向け番組みたいになってる。いや、でもスーちゃんも頑張ったら出せるでしょ、多分。出せるよおい できるよ。なんかちょっと違うかも。え？空気が違うかも。なんか子供が多かったかも今。うん。今なんか結構何人かもう産んでるかもしれないシュートは。今。あ、もう手遅れ。手遅れ。入る隙間なかったか俺たち家族が。ちょっと一体もう一回ちょっと行ってみて。行ってみるわ。いいでしょ。シュートさんも。シュートさんも。シュートさんも。カスになる。ごめん、全然なんか途切れて聞こえない。いや、全然ノイキャンだった。全然ノイキャン。びっくりするほど。途切れてる。ダメらしい、なんかノイズ扱い。ノイズらしい。ノイズらしい。誰がノイズや。あ、呼んでくるか。はい。みんな熱中してて。トワが
とは何回抜ける？やばい、異様な雰囲気を感じて抜けてるかもしれないこれ。なんかあったのかな？本当だよね。全然変なことはなかったはずなんだけどね。あったよ。逆にいなくなったわ。え、逆にいなくなった？喋るタイミングになった瞬間に逆にいなくなった。あー、本当だ。次また別の子供見に行ってるっす。シュート来た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 。なになに？単刀直入に言ってもいいでしょうか。シュートさん、明日はトアのママになってもらってもいいでしょうか。え、どうしたの立川さん。いやだからシュートは俺と結婚するっていう流れになる。どういうこと、どういうこと。その明日俺がその解説中にトア様のなんだろう面倒見れないっていうか喋れないから。はいはい、それはもちろん、それは任せてください。やっぱシュートさんはブランカとマリーザーに対しての愛情はすごいんですよね、やはり。あ、でもやっぱりエドの子に対する愛情はちょっと少ないから。いや明日は愛情を持ってほしい。え、あなたが一番。どういう。明日はトアが孤独にならないように愛情を持ってケアしてほしい。もちろん、全然もう全員一番だと思ってるんで、そんなないですよ。その確かに今回はそのシュウちゃん俺がいるからトア様あんま見なかった説はあるよね。不安な人もいたから。まあそりゃそうや。そっちにね、ちょっとトア様はそれで言うとちょっと安心できる方だったから。これ嬉しいんじゃないの、トア様これ。今本当かな、本当かな。常に、あ、もう素直に受け取れよ。元からだから、その立川さんとこれ教えましょう、はい OK ですのやり取りを毎日してるんで。あ、じゃあ元から OK です。いや、あの、できてたってどういうこと。それママの愛情を受けた方がいいかもしれない。ママの愛情、ママの愛情その前に一旦集合です。あー、OK です。みんなどうよ、今日は最高だよ、マジ大丈夫。めっちゃいい。一番聞きたかった。いやちゃー、すごい、すごい緊張してるよ。緊張するってことは頑張った証拠だからよ。全力で頼むよ。最近この時間が一番楽しみ。ね、うん、生活の？うん、そう。ここで癒される時間が一番楽しみ。うん、え、じゃあ今日カルビエドと対戦するじゃんと思って。そう、だからそこはトア様でお願いしようかなっていう。あ、ありがとう、ありがとう。ありがとう。ちょうどいいじゃん。ありがとう、ありがとう。俺せっかくエド1位にまで上げてきたのに、そのためだけに。そのためだけに。え、カルビに認めてもらうためだけに江戸1位にまで上げてきたのに。一番キモいやつ。キモいっていうのはマジで。じゃあ一回味方同士でやろうか、うん、めっちゃ良かった。でもなめちゃめちゃ良かったよ。しかもめっちゃ落ち着いて戦えてた。ゆりちゃんもめっちゃ落ち着いてた。2人とも最高だよ。ありがとう。チーム勝利見えるな。もう釈迦さん招待しますね。おそらかに。あ、はいはいはい。今日ファンタさんと当たるから。ええ、釈迦さんの本田お願いします。本田同窓にするためだけの本田。私今日ね、ちょうど江戸だからね。あ、そっかそっかそっか。じゃあそうなの。あとでもう一人江戸使いいるから。いや、そうっすよ、よければ。一人さん、そう、その人立川が、あの、一応江戸のランク世界一まで上げてる。俺とスミレさんで。ああ、何言ってる。え、あ、違う、俺が全力でやるわけじゃないですよ。あの、俺が赤蓮になりきってプレイしますってことです。あ、そういうことか。赤蓮ね、赤蓮。あ、おー、そんなことする。赤蓮、いや、もうこれしかしてなかったもん。結構ずっと押してるね。そう、全然見えない。似てるかも。なんかピンクだし、赤蓮見えてきた。マジで赤蓮、赤蓮もうずっと来るから。もうトイレ行ってくる。もうこれね。なるほど、じゃあもうこれ300回くるらしいから。300回もそれ来んの。マジすごいな。すごいな。やばい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 。あかり強すぎる。あかり。マジで。え、高木ラシドいける？あ、シュートさんお願いしてもいいですか？できない感じがしない感じでお願いします。できるけどシュートさんお願いします。シャカさん。いいっすよね、普通にやって。いやいや、あのね。うちのトアさんは相当成長しましたからね、ちなみに。成長した。あの後からだいぶ変わったよ。シャカさん昨日いなかったからな。待ってたんだけどな。来いよ、ホンダ。来いよ、ケツ出せよ。もっと上にいるんですよ、ホンダは。最初からインパクトなんだよね。お前さ、うわー、うわー、本当に嫌。
うまい、ナイス、いい、ナイス、お、よし、お、あ、あ、あ、ケツ、ケツ、ねえ、これやばい、めっちゃでかい、いやー、広い、何だ、広い、広い、たまるよな、これ広いよ、環境悪いな、深い、感じ悪い、感じ悪い、なんでそんなことするの、これやばい、やばいこれ、うわー、やばい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 、リンクしてるわ、なんか低速高いな、なんか俺はファンタをやってるだけなんだけど、おわさま対策をするのつまんねえな、そう、その時間、めっちゃつまんないじゃん、その時間しんど、ガチしんどい、いや、むず、今のむずい、いや、これむずい、やめろじゃ、そばうまっ、うまっ、うまっ、うますぎ、え、たまる、たまるじゃない、これあぁプロ、たまる、たまる、えらい、えらい、えらい、偉すぎだろ、偉すぎだろ、今のやっちゃえ、やっちゃえ、いいよ、残るよ、残るけど、待ってくれ、オッケー、はい、はい、はい、いいね、いいね、もし、バントさせてバントさせたら負けてください、じゃあバントしたらもう、さすがにバントしたらもう、うちらの業界では勝ちなんでやめて、バントしたのに勝つのあーずるい、知らねえよ、ずるい、バントしたの勝つのずるい、知らねえよ、本題にそんなこと関係ないから頑張れ、トマ頑張れ、トマ頑張れ、ノイズはいい、トマ様頑張れ、本当に頑張れ、倒して倒して倒して、こいつ倒して、2回引くよ、みんなのためにも倒して倒して、なんか見てるだけでやだ、このキャラクター、うまいうまいうまい、間違いでなんかやだ、もう一回、いいよいいよいいよ、映画見てるみたい、うまいうまい、うわやばい、引き出せる、おなら下だ、キルステルきた、やばい、そう、ちょっと最悪だ、ナイス、ナイス、悪者退治、ナイス、登録してる側だぞ、お礼があってもいいんじゃないか、ありがとう、ちょっと時間になっちゃったから、ちょっと、あ、いいよ、私、天月さん遅れるみたいでないかも、だから立川さんと対戦させてあげたかったな、あ、よかった、ありがとうね、シュートありがとう、ナイスナイス、握手会だと思ってきたのに今日ね、マジかよ、やっぱピンクだ、わ、ちゃんとピンクだ、笑っちゃう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 、さっきのシュートさんだ、これ大丈夫大丈夫、それずるずるいと思う、あの、ずるいと思う、いや間違いない、ずるいよこれ、ちょっとあれずるいってこれ、ずるいよこれ、ずるい、しゃあない、もう相手がずるい、マジにしてほしいな、え、でも対応さえできちゃえば、うん、いけます、もうデータ、データで勝て、データで、データで、いける、いける、プレルがいるから大丈夫、もう全部出てこい、いいね、マジ大丈夫、頑張れ、リリブ、攻めモード、攻めモード、うわぁ、じゃあもうそれでいいじゃん本番いけるよ、これ絶対いける、トマ様頑張って、あ、今からごめん、頑張れよ、あ、ごめん、ミニゲームしてくるから、今から、マリオね、マリオ、ミニゲームするね、今から、音ゲーね、ちょっとみんなそれを応援して、あの、今回はミュートにしないでここにいるから、みんなはトマのミニゲームを見といてほしい、ケツケツケツ振りが来るぞ、みんな注意して、頭上にガード、そうね、それね、いいよ、いいじゃんね、いいね、玉いいね、なんだ、あ、めっちゃ嫌がってる、玉だいぶ嫌そうだな、ね、嫌そう、うまい、うまい、うますぎる、ナイスマジか、ナイス、そういう近い手段ないんだけど、ファンタさんそこでずっとこっちミニゲームしてんの、これもしかしたら、おし、うん、いい、オッケー、うまい、よし、うまいんだから、ナイス、やばい、壁端、ボエー、でかいでかいでかい、
ホンダがくくりつけられてるのけるな。めっちゃシュールやなこれ。だいぶいけそうだな。出た。うん。これ避けれます。いやー、マジそうなの。高齢者運転ね。え、かわいいこれ。本当だ、くるくる。え、すげえ。かわいい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 。くるくるくるしててね。うわうわって。人形つけてるからそう見えるだけで中身ゴリラ入ってますよ、ね。ゴリラは言い過ぎか。中身は可愛いから。リリマ中身もいいと思ってんだよな。あ、そうなんだ。マレなタイプ。私はなるべく中身見たくないわ。着ぐるみ着てるんだよみんながそれ悪口言うから。うまい。うますぎ。うん、まあ今の。すっごい繋がんの。え、嘘。コマンド間違えた。曲がりましたよ。トア様。トア様。お腹すいたな。今日もう腹減ったし、早めに終わろうか。今日は。お疲れ様でした。ああ、お疲れした。お疲れした。じゃあお疲れ様でーす。え、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょ。なんか腹減ったから。そこは聞いてるんかい。腹減ったから今日は早めに終わるか。なんでそういうとこだけ聞くんすか。お疲れ様でーす。無限と今日はお付き合いしますって何します。ご飯でも食べようかな。とはもなんかあるんすか。ご飯あります。一応チャーハンがもうこれでもウーバーよ。ウーバー。あ、ウーバーか。作ってる時間がもったいないなってる、もはや。そうっすね。俺もこういう時のイベントは大体もう頼んじゃいますね。イベントだけ。え、じゃあ普段自炊ってことですか。普段は自炊しますよ、ちゃんと。ちょっと偉いか。あと今俺ダイエットをしてて6キロぐらいやってたかな。え、すごい。58ぐらいから71ぐらいまで増えちゃって。でも身長は、身長にもやらないですか。身長166です。だからもうだいぶアウト。166のね、71はもうちゃんとアウトです。やりすぎ。どんだけ笑ってんだ。どんだけ笑ってんだ、ほら。でも今寄せてね、ほら。でシュートさんと立川さんってどれぐらい仲いいんですか。俺が一番最初に格闘ゲーム始めて、うん、6年ぐらいの付き合いかな。お、へー。3年前かな、一緒に住んでましたよ。あれ、なんか一緒に住んでる人多くない。あれ、チームの家とかじゃなくて。もう全員違うチームで、その垣根を越えて、まあ、友達としてみたいな。なんか家賃安いし、まあ、気が向いたら一緒にゲームできるし。何も起こらないはずもなくって。っ起きないわ。ナウニーとも俺一緒に住んでたっすね。え、じゃあ3人で住んでたってこと、はい、また別々です。3年前は立川さんと住んでて、その次の年から2年間はナウマンさんと一緒に住んでました。なんで都会みたい。楽しいから。いや、そう、何それ。都会引っかやだな。結構寂しがり屋っていうか、誰かと一緒にいたいんで。今は一人暮らしですけどね、もうなくなっちゃったんで。一人暮らししてから気がついた、はい、一人ってなんでこんなに楽なんだろう。それはありますね。お風呂とかもかぶんないし、入りたい時に。あ、そっか。4人はめっちゃかぶるっすね。4人やばくないっすか。そういう時どうするの。じゃんけん。いや、もうパッションっすね。どんだけ入りたいかを示してじゃあいいよみたいな。俺と入る側っすね、そういう時。あ、入る側なんだ。いいっすかっつって。あー、なんか譲りそう側かと思ってたけど。立川さんは一緒に入ってましたね。え、俺以外の3人入ってました。何も起こることがガギリギリ。あー、そういう感じなんだ。でも今多様性の時代だからね。いや、そうっすよね。俺もそれは尊重したくて、うん、立川さんには。確かに、はい、イエーイ。はいはい、うーポンポン、うーせーの、ゴーゴーレッツゴー。